南町田グランベリーパークスヌーピーミュージアムスヌーピーミュージアムは東京都町田市にあるスヌーピーを主題とした美術館アメリカカリフォルニア州サンタローザにあるチャールズ・エムシュルツ美術館の世界で唯一のサテライトであるスヌーピーミュージアムは2016年4月23日に東京六本木五丁目の麻布保育園が土地に開館した 二年半の期間限定であったが、130万人を、コスライ乗車を記録した成況を踏まえて、町田市の南町田グランベリーパーク内に移転リニューアルが決定し、2019年12月14日にリニューアルをオープンした。移転後の施設は、六本木の約2倍の規模を誇り、半券を管理するソニークリエイティブプロダクツが引き続き運営を手掛ける。新ミュージアムの隣接地には、 原作コミック、ピーナッツに、ゆかりのある、アメリカ西海岸をテーマにした、ピーナッツカフェが出展しており、こちらは、ミュージアム入場券がなくても利用できる。なお、六本木の旧ミュージアム跡地は2019年1月から、ソニーミュージック、六本木ミュージアムとして利用されている。六本木での限定会館、ありがとうございます。